こんにちは。カナダ在住の山達です。民主党中国スパイ捜査 FBI とペロシがもみ消し、ハニトラスタッフということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、民主党の連邦会員上院議員が中国スパイのハニトラに引っかかってたとか、あと中国スパイのを議員スタッフとして雇用してたってことってよく知られてるんですよね。例えばアクシオスが過去に報じていたのが、エリック・スウォルエル連邦会員議員が 通称ファンファンことクリスティンファンにね、ハニトラ食らってたの、これ有名な話ですよね。まあもうね、とにかくこの画像も含めてめちゃくちゃネタにされてるわけなんですが、えっ、ー、と、それだけではなくて民主党のですね、ダイアン・ファインスタインってですね、えっ、ー、と、この人も連邦上院議員で、 共和党も含めてで最高齢の、まあ、長寿議員、長老議員なんですけれどもえ、この人が約20年近いベテラン運転手兼雑務スタッフとして雇っていたルッセル・ローっていう人物が、実は中国スパイだったっていうね、そういうことはポリティコに報じられたりとかしてたんですよね。で、えっと、何がまずいってこの民主党の2人の議員って、例えばスウォルウェルは下院の諜報委員会の CIA 担当部門でした。で、ファインスタインは上院の諜報委員会の委員長です。アメリカの 秘密情報にアクセスすることができる人物二人に見事スパイが入っていたっていうね、まあ、ちょっと信じられないような状態です何がまずいって、それが分かった後もその地位に居続けてるっていうことなんですよね。一応あのスウォルベルは今年になってようやくあのマッカーシー会議長によってね、あのこの情報委員会から追い出されたので、まあいいんですけれども、それにしても、 ひどい話ですよね。はい。で、え今回これに対していろいろと新しい続報が出てきて知られていなかった話、特にこのアクシオスとかポリティコが、あえて報じなかったのか、それともシンプルに知らなかったのか、この辺わからないんですが、えっと、重要な話出てきていますので、ちょっとまとめていきたいと思います。まずですね、えっと、この中国スパイって何やってるかなんですが、そのいわゆるその国家機密、軍事機密みたいな機密情報を集めるっていうのが主な仕事ではないんですね。 政治機密情報収集っていうのが主な役割だと。じゃこの政治機密情報って何かって言ったら、趣味、趣向、予定、連絡先、交友関係、噂、みたいな、なんかその軍事的なものとはかなり程遠いものを集めてるんですね。 これを使うことによって、例えばその交友関係で、こことここがこう繋がってるから、あそこにいろいろ仕掛けてみようとか、連絡先に盗むことによって、じゃああれよにね、なんか、ブラックメール仕掛けてみようとか、あと噂を使っていろいろ混乱させてやろうとかね。まあ、いわゆるそういう工作のための材料集めっていうのが、まあスパイの一つの仕事なんですね。で、例えばファンファン。 なんですが、もともと学生だったんですよね。2011年、カリフォルニア州の大学の生徒活動理事として、中国大使館と緊密に連携して、で、民主党政治家とね、こんな感じでどんどん接触していったんですが、えー、と、やり口としては政治活動であるとか、選挙活動のボランティアに参加したりとか、あと、ま、運営に携わったりとかすることによって、徐々に徐々に民主党政治家に接近していって、で、最終的にいろんな意味で接近するみたいなね、そんな感じになっていってるんですが、 これは本当に日本、日本も間違いなく同じこと起きてると思うんですが、気をつけないといけないんですよね。その、ね、あのね、留学生は国の宝だって言ってる中よくわかんない人もいましたが、まあこういうふうに工作のね、あの、でしょう、スパイとして来てる人も多いにいますので、まあその辺のこともちょっと考えないといけないと思うんですが、ちょっとこの話しちゃうと今回話脱線するんで、ここで止めておきまして、えっ、ー、と、このファンファンなんですが、2015年6月に中国に緊急帰国して以来姿消してるんですね。 で、要はスパイっていう風に、ええー、分かったタイミングで姿消してるんですが、まあその辺がなんでこうなったのかってその経緯がなかなかすごかったんですね。はい。えっ、ー、と、今回新たに分かった話なんですが、この二人の重要民主党議員に対する中国スパイ捜査が実はされてたんですよ。で、それが妨害されてたっていうことなんですね。で、先行して出ていたアクシオスの報道であるとか、ポリティコが あの、知らなくて報じていないのか、知ってて報じていないのか、これ分からないんですが、まあ、新たな情報が出てきましたと、ジャーナリストのジェリー・ダン・リービー、ジャン・リービーっていう人物、ダン・リービーって人物が、え元 FBI のカウンター・インテリジェンス部門職員の証言を得て、え今回の話が出てきてるんですが、まあ、一応ね、あの、関係者の話によると系のものだっていうことは前提としてお伝えしておきたいと思うんですが、結論から言うと、FBI の捜査が、FBI の上層部と、 会員議会の人事、まあ、イコールペロシュの策略によって、捜査台無しにされてたっていうことが、実は20 2013年、15年に起きてたってことが分かったんですね。で、これって、バイデンのド変態息子ハンターに対する捜査が、内部で徹底妨害を受けてたってことは IR、IRS、最入庁の内部公開者によって明らかにされましたよね。もう、あれと、全く同じことが起きてたっていうことなんですが、じゃあどういうことなのか、順番に、まずはダイアン・ファインスタイン議員から行きたいと思うんですが、 えっと、まずそのスタッフのルッセル・ローっていう人物、中国系アメリカ人なんですね。で、えっ、ー、と、その人物、そのずっとファインスタインスタッフで働いていたんですが、定期的にカリフォルニア州サンフランシスコにある中国大使館と接触していたと。で、 中でも中国の諜報機関職員と接触していて、このファインスタインの個人的見解とか、アメリカ政治、国際政治、米中関係、あと、アメリカ側がね、あの、中国に対して色々起こっていた通過操作など、まあ、米中懸案事項ですよね。このあたりについての情報を直接スタッフとして何気なく話しかけて聞いて、で、それを中国側に伝えてたっていうことなんですね。 で、えっと、もともと FBI は、これあの、カウンターインテリジェンス捜査っていうことで、このローンに対する捜査をやってたっていうことなんですが、もう途中から、彼はその影響力工作を受けてるんじゃなくて、本人自身がスパイだっていうふうに FBI が認定しまして、で、対スパイ捜査に切り替えられていたっていうことなんですね。で、こうなってくると必要になるのが、これ、海外勢力の影響力工作、スパイ活動ですから、 フィサ捜査をすることが必要なんですよ。で、それが決定されていたんですが、フィサっていうのは外国情報活動監視法の略称で、あの、盗聴の捜査とか可能になるんですね。で、例えば、あの、有名な例で言うと、ロシア疑惑っていうね、あの民主党が資金提供してでっち上げた大嘘物語がありますけれども、あれで FBI がトランプ陣営監視に使っていたのがフィサなんですね。それを、この民主党のベテラン議員のスタッフにしやろうっていう話になってたんですよ。で、 フィサ捜査するためには FBI 好き勝手やれるわけじゃなくて必ず専用のフィサ裁判所がワシントン DC にあるんですがそこに申し立ててで許可を得る必要があるんですねでいろいろその令状を作りましたはいじゃあ、えー、捜査令状というかまあそのフィサの許可をもらうためにフィサに申し立てましょうっていう風になった直前に内部で待ったが出たと誰かって言ったら、えー、当時の FBI 副長官のショーン・ジョイスっていう人物だっていうことなんですね で、えっ、ー、と、これ待ったかけただけではなくて FBI 2013年後半にフィザ捜査はやりませんと。その代わりにファインスタインに対してディフェンシブブリーフィングをやりますっていうことを決めたんですね。これ要は警告をするっていうことで、 もともとね、毎年12月にこのスパイ疑惑のルッセル・ローって中国に毎年12月行ってるんですよ。多分年末年始を過ごすって意味だと思うんですが。で、そのタイミングに合わせて FBI がこのローの自宅を家宅捜索しようっていう計画だったんですね。あの、まあ、そうする騒ぎにならないで隠密に伝え、やれるからっていう話だったんですが、もうそれすらも、この副長官によって潰されてたっていうことなんですね。 で、えっ、ー、と、そのか、で、これ、なんでこんなことやったかって言ったら、ファインサイン議員って、当時の、さっきも言いましたが、上院の諜報委員会委員長でして、で、なんか、対テロ活動に関する FBI の活動で、あの、議会の活動協力を得ないといけない事態がなんかあったらしいんですよ。で、そのための忖度というか、まあ、一つの、なんでしょう、取引みたいな感じだったんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、まあ、結局、この、ローは、その、 ブリーフィングっていう形でファインスタインに伝えられたのは、ファインスタインから多分、あの、あなたスパイとして動いてませんかって聞かれたんでしょうね。はい。もうすぐに退職して、もう今行方知らず。 で、これに対して現場の FBI 捜査官は不満大爆発だったそうなんですね。なんて言ったってその数年間にね、及ぶ捜査をやった上で、いよいよじゃあ最終的なその決定的証拠を集めるために、やるぜってなった途端に、いやちょっと捜査やめてくださいと、代わりにネタバレ、ネタバラシをしますみたいなこと言うもんだから、まあそれはふざけんなって話ですよね。っていうようなことが、この民主党のベテラン上院議員に一つ起きてたっていうことが今回明らかにされました。 で、あともう一回スウォルベェルの話なんですが、あの、ファンファンのスウォルベェルハニトラ疑惑って、そのアクショスっていうところがね、第一報を出してたんですが、今回新たに出てきた話は、それとね、ちょっと食い違う点があるっていうことなんですね。例えば、アクショスは、ファンファンがスウォルベェルの2014年選挙キャンペーンに協力してたっていうことは報じてるんですよ。 ただ、その時の協力はあくまでもボランティアだから、そのお金を出したとかはないので、違法行為はしていないっていうふうに報じていたんですね。なんですけれども、ダン・リービーの、えっ、ー、と、得た証言によると、少額ではあるんだけれども、ファンファンによる違法政治献金があったっていうことを、実は FBI 把握していて、それに対する捜査やってたっていうことなんですね。 で、えっと、さらに、ファンファンと性的関係をスウォルウェルが持ったか不明っていうこともされてたんですが、まあ正直、保守系の人たちはみんな、いや、どう考えてもやってるだろうっていうふうに言っていたんですが、今回ですね、そのファンファンに対する実はフィサ捜査やってたと。で、その中で、スウォルウェルとファンファンは性的関係持ってたっていう証拠を FBI は得ていたっていうことなんですね。まああの、 どういう経緯でね、入手したかとかは分かりませんよ。こんなん、あの、深入りした話、それで、F あのね、FBI じゃなかったあの、多分 YouTube さんぶち切れますから、はい、あんま喋りませんが、はい。え、とりあえず FBI 捜査官は、まあそういう関係持っているよっていうことも分かってたっていうことなんですね。はい。まだ、あ、ね結局また保守系の人たちが正しかったっていう話になるんですが、はい。で、さらに FBI だけが、このファンファンマークしてたわけじゃなくて、NSA、CIA みたいな、アメリカの諜報機関のトップ部門も、 こいつは中国、中共のスパイだという危険人物としてマークしてたっていうことなんですが、そこに見事にスウォルベルが引っかかってるもんだから、どうしたもんかっていうふうになっていたようなんですね。はい。で、えっ、ー、と、さらにさっきも言いましたが、FBI としてはスウォルベルが何かしらの海外献金を受け取ってる可能性があるからっていうものだと思うんですが、もしかしたら別件かもしれませんが、スウォルベルに対する汚職捜査もやってたっていうことなんですね。ただこれも結局今ね、あの、聞いたことないと思いますが、まあ、うやむやにされてるわけなんですよ。 で、これなんでこうなったかって言ったら、ペロシだったんですね。2015年1月、会員で審議会が発足されまして、その時の人事で、スウォルウェルを会員諜報委員会に、えー、入れましょうっていうことがね、そのペロシによって決められていたんですね。で、こうなると、諜報委員会のメンバーになると、そのいろいろなね、あの、機密情報を扱って、自分が捜査対象になっていることを知ることになるので、FBI が先に先手打って動きまして、えー、上層部が捜査を中断。 で、スウォールベルに対してまたディフェンシブ、ディフェンシブブリーフィングって言って、まあ、警告という名のネタばらしをして、で、今あなた捜査の対象になってますよ。気をつけてくださいねっていう風に言って、 で、えっ、ー、と、まあ、こういうことになったんですが、当然、汚職捜査部門、カウンターインテリジェンス部門としては、ふざけんなっていうことで、猛反発して、なんかもう大揉めだったようなんですけれども、はい。まあ、ただ結局捜査はそのままポシャになり、で、伝達した直後にファンファンはえ、中国に緊急帰国し、取り逃がし、FBI も手出しできないっていう風になってたっていうことなんですが、はい。え、こういう風にですね、あの、 今 FBI の上層部が民主党を擁護してるっていう話なんですが、これ始まったのと、例えばファインスタインの例は2013年、で、このスウォルベルの例は2015年なわけなんですが、もう、かれこれ10年以上前から、この話って始まってたわけなんですね。まあ、なんでその、バイデン政権発足直後とか、トランプ政権ができてから、 よりも前のところから、オバマ政権の時から FBI のトップっていうのは、ちょっといらん人たちがいるんじゃないかっていう状態になってたっていうことなんですが、はい。まあ、今回この辺りのことが明らかにで、また新たに出てきたので、ちょっと紹介してみました。はい。ということで今回の話以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は獲物を見つけて、ロックオンしているデブちゃんでお別れをしたいと思います。はい。ね。夜なんでちょっと見にくいかもしれませんが、この、わかりますこのね。あの、 ハンターモードになってるデブちゃんね、めっちゃ可愛いっすよね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。